編に本部を置くオランダのカトリック大学である。1923年に設置された。旧称はルームスクキャスリックウナバーセテイトテ内明編。日本語では内明編ラドバウド大学、ラドバウド内明編大学、ラドバウト大学、ラドバウト大学などとも呼ばれる。ヘイエンダール城はヘイエンダールの中心にあり、ラドバウド大学の建物のほとんどはここに建てられるようになった。 最初の内名編大学は1655年に設立されたが1680年には閉鎖されている。内名編のラドバウド大学は1923年10月17日に内名編カトリック大学として設立され、最初は27人の教授人と189人の学生を有していた。この大学はローマンカトリックの信徒たちが 自分たちの大学が必要だと考えたために設立したものである。当時、オランダのローマンカトリックは不利な立場にあり、政府で高い地位についているようなカトリック教徒はほとんどいなかった。スヘルトーヘンボス、ティルブルフ、デンハーグ、マーストリヒトとの激しい競争の末、内名編が大学の本拠地になる街として選ばれた。その後に起こった第二次世界大戦で、 大学は深刻な打撃を被った。多くの欠失したスタッフが亡くなっており、その中でも、ロバート・レゴート・ヤキツス・ブランズマは、ダッハウ強制収容所に送られて死亡した。1943年、学長のヘルメスドルフはドイツに協力することを拒んだ。1944年2月2日、大学は爆撃に遭って、 多数の建物を失った。授業は1945年の3月に再開した。それ以来、学生数は顕著に増加し、1960年は3000人で、あったものが1980年には1万5000人になっていた。2004年に、大学は、紀元900年頃の聖職者である聖、ラドバウドにちなんで、名称を、内名編ラドバウド大学に改めた。 大学の医学部はヘンダールキャンパスにある大規模な教育病院である聖ラドバウド大学医療センターと連携しており、この近くには自然科学部が入っているホイヘンスムネなどの他の大学の建物もある。エラスムス島とエラスムスムネには人文学部が入っており、キャンパスの南端スポーツセンターの隣にある。近年は学内医療はスポーツセンター、 科学関係の建物などが建てられた。新しいグロティウス棟は法学部にもっと使える場所が必要だということで建てられたものである。大学キャンパスは平ンダール駅のそばにある。大学から内名編中央駅や町の中心部まで頻繁なシャトルバスサービスがある。ラドバウド大学の特徴として緑の多いキャンパスがある。しばしばオランダで。 最も魅力があるキャンパスに挙げられる。ラドバウド大学には7つの学部があり、19130人の学生が111のプログラムで学んでいる。このうち37は学部のプログラム、74は修士のプログラムである。2013年9月の時点で英語で授業が行われる36の国際修士課程と、さらにオランダ語で授業が行われる 修士課程も提供されている。全コース英語で学べる学部教育課程が2つあり、この課程は国際経済ビジネスコースと国際企業管理コースである。他のすべての学部教育はオランダ語で行われているが、必須教材のほとんどは英語である。オランダ語で行われるプログラムであっても、試験、レポート、また授業も英語で行われることがある。修士課程は全て、 オランダ及びフランダース認定機関によって国際的に認定されている。国際修士プログラム英語で授業が行われる修士課程は全て研究に基づくプログラムである。人文学部、法学部、社会科学部、医学部、科学部、哲学部、進学、宗教学部で教育が実施されているほか、学際組織である内面編経営研究学校にもこのプログラムがある。 ラドバウド大学はいくつか研究所を持っており、マネジメント研究所、ナノラブ内名編、内名編認知情報研究所、FC ドンダース認知神経画像センターなどが含まれる。ありがとうございます。